新世界も大したことないかな。そりゃ骨のある子たちもいっぱいいるけど、私たちも負けてないもん。で、ニナ。そうだね、新世界楽しいよね。ショーもお客さんでいっぱいだし、刺激的だし。そうそう、やっぱこんくらいスパイスに満ちてないと生きてるって気がしないでしょ。それ聞いちゃう？もちろん新世界でも私たちが一番だって証明するためだよ。私たち6人のショーがね、みんなの心を一つにしてさ、お客さんの心をグッとこう。心なんてものがあるからショーが乱れるんじゃないの。はあ、ニーナ、いらないんだよそんなもの。どうしたのよニーナさん、いつもの明るさはどうしたのさ。シノが言ってたもん、キプロスの王様の話。え？わあ、私も聞いたことあるよ。王様が作った人形に心が宿って人間になりました。そして王様とくっついてハッピーエンドってやつでしょ。いい話じゃん。私たちは逆なんだよ。私たちは反対なんだ。ここにいるとだんだん心がなくなっていく、人形になってっちゃう。私たちは人形になるしかないんだよ。いや、ならなきゃいけないんだよ。ごめん、ちょっと。ほら、落ち着いてニナ。どうしたんだよ。新世界に来てから少し疲れてるんじゃない？ごめん、そうかも。いや、ダメだ。人形は疲れない。弱音を吐いたりもしない。ニナ！ねえ！